香取土木事務所の御身川出張所で、道路工事の監督業務、あとは設計、維持修繕等の業務に従事しています。御身川出張所は千葉県の県土整備部の出先機関である香取土木事務所の出張所になります。今私は主に道路のバイパス事業を担当していまして、今は橋の工事が施工中です。香取土木事務所は入庁6年目以下の土木職員が9名もいる若い職員が多い事務所になります。職場は非常に和やかな雰囲気です。わからないことがあれば質問したりですね、技術的な情報を共有したり、一人で悩むことはありません。今日は事業の進捗状況、それと今後発注する工事の内容について説明させていただきまして、私の方は学生時代からいろんなアルバイトを経験してまして、でそこでいろんな経験させてもらってからですね、誰かの役に立ちたいというちょっと思いをありまして、そこで県庁に入庁することを決めました。平成23年の、東日本大震災の直後に私入庁しまして、やはり公共土木施設の方も被害の方が大きくてですね、その早期復旧の方が望まれてたところです。でその時はやはりその復旧復興のために先輩方が、考えられないほどのスピード感を持ってですね、業務に当たってましたので、それをちょっと間近で信じながら、見てですね、感動したのを覚えています。改めてやはりその誰かのために誰かの役に立ちたいと強く思いました。戻りました。通常の職員は8時30分出勤の17時15分退庁なのですが、私は時差出勤制度を活用して9時出勤の17時45分退庁としています。私には小学生の息子と娘がいますので、2人を見送ってから家を出れてですね、十分間に合う、9時出勤としました。子供たちと朝ごはんを食べてから家を出られるので、すごくいいですね。子育ての支援制度として特別休暇が取得できます。私は入学式で活用させていただきました。子育てに参加しやすい制度があって大変助かっています。私が入庁して1年目の時に先輩の方から自分が思う正しいことをしろというのを言われていまして、それがずっと私の心には残ってます。行政として法令を厳守するのは当たり前で、さらに私は土木職ですから、土木職のその専門知識だとか、あとは経験だとか、そういうものがなくては務まらない仕事だと。でその正しいことをするためにはいろいろ調べたり自分で勉強したり、それでもわからないときは知ってる先輩だとか、あとは建設会社の業者さんの方に聞いてですね、でそれでよく確認をして仕事をするように今心がけています。やはり自分の力だけではどうにもならない仕事だと思ってますので、同僚とか、あとは上司とか、地域の皆様、あとは建設業の方々など、いろんな方々にですね、支えてもらいながら、助けてもらってるからこそできる仕事だと思っておりますので、それを常に意識しながら仕事をしています。やはりこの何十年も残るような構造物が出来上がっていく様子はですね、すごく感動的です。もういつかこの道路が出来上がって、きっと誰かの役に立つ道路になるというのをちょっと思うとですね、やりがいを強く感じます。いいと思います。だいたい1日の終わりは業務の整理をして終わりですね。お疲れ様でした。今日は早く帰って家族と一緒にご飯を食べます。お疲れ様でした。